皆さんこんばんは。本日は東京タワーにご来島いただきましてありがとうございます。ただいまから東京タワー TV サンデーが始まります。 MC の宮本奈々穂です。よろしくお願いします。まずは東京タワーからのお知らせです。原作漫画が週刊少年ジャンプで連載中の大人気アニメワンピースが史上初の大型テーマパーク東京ワンピースタワーを3月13日金曜日東京タワーグッドタウンにオープンします。ここでしか体験できないアトラクション、ライブ、エンターテインメントショー、レストラン、限定グッズが買えるショップなどコンテンツは盛りだくさん。公式サイト内では開業を待ちきれない皆さんのためにいち早く新しい情報をお伝えするウェブ番組東京ワンピースタワー TV を毎週月曜日に配信中です。開業に向けて皆さんからの応援コメントも大募集中です。応援コメントはフットタウン1階に設置中の特設ボードに直接書き込むこともできます。こちらもふるってご参加くださいね。詳しくは公式サイト onepiecetower.tokyo をチェックしてください。それでは早速この後は神田亜希さんによるラジオ収録を行います。ゲストにケフナロが登場します。お待たせしました。神田さんよろしくお願いします。レインボーキャラバン。皆さんこんばんは、神田亜希です。この番組ではアッキーと言われてるんですけども、お元気ですか、ね。今日は本当に雨も降りまして寒かったですよね、なんかね。まあ、でも本当にこのね、後ろのこうちょっとぼやがかかってこうね、真っ白になってたのが今見事にね、ちょっと雨は降ってるようですけども、夜景も見ることができてやっぱいいですよね、東京タワーから見るね夜景ね。その中で、今日はですねケフナロさんをお迎えしまして、番組の収録と、そして生演奏していただこうと思っております。で今からですね20分間、トークの方をやらせていただきまして、あとその後に30分、ね、この近い距離で、そして後ろにはですね綺麗な、ね、宝石のような、ね、この夜景を見ながらケフナロさんのライブを堪能していただこうかなと思っております。皆さんはケフナロさんを見に来られたんですか。そうですよね、イエーイ、もう拳上がりましたね今ね、はいね。私実はまだですねこの CD を聴かせていただきまして、まあ、CD でもかなり癒されたんですけど、今日はこう生でね本当にこの生の粒子を自分の体に浴びるとどんな風になっちゃうんだろうと、ね、楽しみにしております。まあ、短い時間ではございますけども、ね、心ゆくまで、ね、この東京タワーでのケフナロさんとの時間を楽しんで帰っていただけたらなと思っております。ぜひ、ね、立ってらっしゃる皆さんもお席が空いているところとかあったらねお座りになってぜひぜひ楽しんで帰ってください。それでは大きな拍手でお迎えください。ケフナロさんです。よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。おー、ネクタイが白いシャツにネクタイが揃っておりますけども、よろしくお願いします。それでは、はい、お座りになってください。さあ、東京タワーでの、ね、収録となりまして、なかなかレアな感じですよね。はい、はい、今日はケフナロさんのファンの皆さんももう今日は東京タワーでの収録ということで、ね、来ていただきました。ありがとうございます。ね、はい、ということで今から20分間、ね、トークの方させていただきまして、その後もうウッドベースとかないですからね、なかなかこのステージの上にこの大きい、ね、ベースもありがとうございます。この雨の中本当に持ってきていただきまして、ね、どんな音色が、ね、体感できるのか非常に楽しみにしております。よろしくお願いします。それではですね、私アッキーのレインボーキャラバン20分のトーク番組スタートさせていただきます。よろしくお願いします。レインボーキャラバンの時間です。どうもアキです。今週も素敵な音に出会う旅、一緒にお出かけしていきましょう。そんな旅に連れてってくださるのはケフナロの皆さんです。よろしくお願いします。
真っ白なシャツに、ね、ネクタイでビシッと3人揃って決めてきていただきましたけども、よろしくお願いします。3人揃って登場ということで、お一人ずつ自己紹介よろしくお願いします。はい、ボーカルやらせてもらってます金谷です。金谷さんよろしくお願いします。ボーカルスミです。よろしくお願いします。スミさんよろしくお願いします。キーボードのマユです。マユさんよろしくお願いします。さあ、この東京タワーの夜景の見える場所での、ね、収録なんですけども、東京タワーっていうのはどうですか？そんな頻繁に来る場所ではない気がするんですけどもね。そうですね、はい、来られたことは？あと展望台にちゃんと登ってきたのは初めてかもしれないですね、はい、うん、よく下の、ね、ショップとか水族館はたまに遊びに来たりとかしたことはあるんですけど、はい、下まで来て上まで登らないというそうです、ね、そうなんです。そっちの方がちょっと珍しい気はしますけども ね。ありますか、登ったこと？ずいぶん昔家族で来たのかな、なんか登り方間違えたのか、うん、階段をずっと登った記憶があるんですけど、ちょっとなんかまた今日両極端なとこ来ましたよねあれはまだあるんですか？ありますけども、なんかね、ちゃんとなんかよくわからなくてずっと、便利なのありますよ今のは。こんな辛いのかって思いそうです、今日はちゃんとエレベーターで来られました。はい、なかなかいいでしょ、こうひ、ま、こうなんか宇宙空間の中に入ったみたいな感じ で、ね、今日は楽してじゃあ来られたんですね。はい、よかったです。おかげさまで。ね、まゆさんはいかがですか？はい、遠くから眺めたりとかが多いかもしれない、ね、このなんか三者三様な答えいいですねケフナラの皆さん、ねさあそのケフナラの皆さんですけども、まずやっぱ気になるのがこのひらがなでケフナロというこの4文字の名前なんですけども、ここからお伺いしてもいいですか？はいはい、はい、明日なろが明日になろうってことなので、うんうんうん、まあ、今日なろうってことで、まあ、今日なろだとちょっとあれなんで、それをケフと呼んでケフなろにしました。なるほどね、はい、明日よりはもう今日なろうみたいな、あ、もう今日という日をそうです、ね、もう充実させて、はい、一日一生的な感じで充実させていこうと、一日一日を、はい、大事にね、まあ、この番組初登場ということで、はいろいろとですね、結成のこととから掘り下げさせていただきたいなと思うんですけども、はい、2003年に結成されました、はい、ね、でもちょっと、ね、結構その音楽活動で、ね、結成される方とはちょっとこう違う独特な結成のされ方をされてますけども、はい、はい、そうですね、はい、社会福祉施設のメンバーで、社会福祉、はい、社会福祉施設のメンバーで、はいはい、じゃあ一緒にお働きになってた？あ、今も一緒に働いてます。大元の会社は一緒なんですけれども、その中でじゃあどういうふうにこのバンド結成にこういきさつになったわけですか？はい、心の病気を抱えた方とかはストレス発散の仕方がなかなか自分で見つけられなかったり、うん、息抜きの仕方とかを知らないというので、まあ自分たち昔それでバンドの経験があったり、はい、そうですね、学生時代にして、3人は、はい、別々で、別々でその福祉施設のとこに行く前にやってたんですね、はいはい、それで、まあ、昔やってたんだよっていうので CD を聞いてもらったりしてたら、うん、じゃあ見たいっていう話があったりして結成に至るっていう感じですかね。そうですね、はい、じゃあ結構その施設の中で、はい、じゃあ聞いてみたいって言うからやってみるとかいう感じでやり始めた感じですか？最初もクリスマスとか年に何回かのお楽しみ会みたいな感じでやってたんですけれども、じゃあ久々にじゃあもうね、施設の方々から聞かせてって言われて、3人でどうするっつって時間作って練習するっていうところからですか？やる音楽とかは、曲とかは、作曲者は別にまたいるんですけれども、うんうん、それまた同じ福祉施設の仲間で、はい、作ってもらって、で、うん、詩を私とか金谷さんが書いてっていう感じですね、うんうん、そうですか。その、まあ、クリスマス会でじゃあ初めて、その時に、はい、じゃあバンド名どうするどうするっていうところからですか？そうですね、うん、ちゃんと名前として決まったのは本当に最近ですかね、うんですね、ちょ、はい、まあ、何でも経ってますけども、そうですね、まあ、一緒にやるので何か決めなきゃってことで、そうですね、はい、まあ、それまではじゃあまたやるか、じゃあまたやるかみたいな感じで不定期
で結成されていたような、その頃からそのやっぱりこうオリジナルの楽曲というものを作ってやってらっしゃったんですね、はい、一番最初にその施設やられた時ってその皆さんのライブのこの反応いかがでしたか。そうですね、あの普段多分通常のお仕事で接している人間がそういうちょっとしたステージに立ったり、うん、楽器を演奏したりっていう姿がまた新鮮だったみたいで、うん、はい、びっくりはしてました、ね、普段はちなみにどういうお仕事をそれぞれ担当されてるんですか。そうですね、はい、まあ、僕は大体あの外回りと言います。外回り、はい、はい、まあ、厳しい寒い環境でも外ですね、はい、こう公園を回ったりですとか、公園を回ったりとか、はい、公共施設の、うん、まあ、建物があるんですけども、はい、そういったところもあって一緒にお仕事をするようなことをしてます、うん、なるほど、はい、ね、金谷さんが歌ってるよっていう感じですか。じゃあそんなこう施設の方々からすると何でしょうかね、まあ、そんなに驚かれてるかわからないですけども、はい、でもそれぞれ反応で、ね、やっぱりこの感想があったわけですよね。そうですよね、うん、こんなことやってたんだねみたいなことはありますよね、うん、スミさんはちなみに普段はどういうこと？私もまあ内勤だったり外回りだったり結構人が足りないようなところを補充みたいな感じで、うん、サポートしながらね、はい、補充じゃないサポートサポートしながら、はい、ね、そうですね、そうなんですね。まえさん、喫茶店の、うん、運営をやったりですとか、うん、はい、あとは事務補助事業 の、うん、訓練ですね。なんかこの笑顔でジュースとかはいとか出されるとあってこうね、美味しい一杯が飲めそうな感じですよね。じゃあその別に全然この仕事で一緒にじゃあ何かをするっていうことはあまりない3人がバラバラです。クリスマス会だしやるかっていうのでやり始めて、あ、じゃあまたやるかってなって、それはどういった時間に練習とかその活動されてたんですか。まあ、もう本当に仕事終わってからとか、でもそんなには回数取れないのでほぼ個人連みたいな感じですごいですね、はい、1、2回合わせるっていうことで、すごい。それがやっぱりこう施設の方々のやっぱり心にこうね響いて、やっぱマッチもマッチもってこうねもう求められるぐらいにやっぱりこう心に響いてたわけですよね。ありがたいことね。まあでもね、そこで生まれてくる歌詞とか音楽の音色というのはやっぱりそこで働いているその環境の中からやっぱりこう感じているものってのは多いんですか。そうですね、まあそういう面もありつつ、うん、日常のこともありつつ、うん、半々ぐらいですかね。はい、ねえ、まあ、でもそうやって2003年に、ね、まあ、結バンド結成というかやることになって、はい、ね、もうアルバムもリリースされることになりまして、はい、なんと2月14日に、はい、こちらでございます魔法の言葉リリースされました。イエーイ、ありがとうございます。もう思っていらっしゃいますけども、2月の14日にね、すでにね、皆さんのおかげで、はい、もうこのジャケットのままの、はい、この爽やかな3人の笑顔がこちらにね、はい、載ってるんですけどもね、え、改めてなんかやっぱりすごくやってらっしゃったということもあって、やっぱスミさんとかもね、なんかもうずっと歌ってらっしゃったじゃないですかっていう感じで、ね、でもプロモーションビデオとかも見させていただきましたけれども、はい、ね、そうやってなんか一つ一つ作品としてやっぱりこう届けていくようになられたわけですよね、はいはい、本当にもう最初はこんなことになるとは思ってもいなくて、うん、はい、ね、こんなことになろうと自分たちもびっくりしていますてで、その施設以外でもライブハウスとかでもいろいろとやられるようになったわけですか。そうですね、はい、最近はここ2年ぐらいですかね、うん、2月1遍ぐらいで定期的に、はい、やるようになりまして、じゃあもう、はい、施設以外の方にも、はい、ね、声を聞いてそして作品を届ける機会が増えてるってことですよね、はい、でまたそれはちょっと違うんじゃないですか、この施設の中ってね、そうですね、届けてきたものというのと、はい、生バンド演奏になったので、はい、それがすごく大きく変わって、お、はい、やっぱりウッドベースとか、そうですね、まあ、普段は普通のエレキベースなんですけど、うん、はい、今日はアコースティックということで特別に持ってきていただいて嬉しいですね、はい、でもこの
魔法の言葉なんですけども2月の14日に届けてくださいました、10曲入ってまして、これまでね、自主で出されていた曲たちも改めて入ってますけども、はい、なんかその2003年からのこう自分たちの活動をしみじみ振り返ったりしました？そうですね、もうだいぶ長いので、うん、密度はそんなに濃くないんですけど、うん、長いので、まあ作った時が割と昔だったりとかするので、うん、その時のことも思い出したりはしますね。明日に着替えたらというね、はい、セカンドシングルがありますけども、はい、プロモーションビデオとかでもね、ナポリタン作ってらっしゃって、はい、なんか同じところで職場で働いていらっしゃるのでこんな感じで昼食とか作ってんのかなっていうのを勝手に想像してたりとかしてたんですけど、みんなの分作ったりとか、ああいう感じなんですか？そうですね、拠点で作っている、はい、めっちゃ美味しそうなんですよね、ナポリタンが、ね、え、喫茶店の宣伝にもなればああいう商品が出てますので、ね、あれもちょっと施設内で出てますよって宣伝なんかうまいなってさりげなくうまいです ね、あ、でも一般の方もこう いけるわけなんですね、はい、じゃあね、はい、あ、そうなんですね、そしてやっぱりこういろんなですね、やっぱり皆さんに、こうライブを重ねて来られたんだなっていうのをもうやっぱりこう思わせるのがベースメントパーティーというね、夜明けまで踊りましょうと歌ってる歌があるんですけども、はい、ああいうのもなんかすごくライブを重ねてるうちにできたのかなと。そうですね、うん、本当にベースメントパーティーは割と最近の曲で、うん、高校2年ぐらいのライブ活動で、うん、今ライブハウスを割と決めて活動しているところがあるんですけど、うん、そこが地下に階段降りていくんです、はい、なのでそこをちょっと想像しながら地下っていうことでベースメントパーティーみたいな、はい、そのライブをテーマにちょっと書いてみました。お、なるほどね、そうやってなんかもうすごくライブ会場が一体化してるんだろうなって勝手にイメージしながらですね聞かせていただいてたんですけれども、ここでですね、そのアルバムの中にも入っている曲をですね聞かせていただきたいと思いますが、とってもなんか人形というかパペットじゃなくて、はいね、すごく可愛いプロモーションビデオが、ねはい、とても印象的なケフナロ定期便という歌があるんですけども、はいね、この曲を聴かせていただきたいと思います。私今言っちゃいましたけども改めて曲紹介をよろしくお願いいたします。はい、では聴いてください。ケフナロでケフナロ定期便です。ケフナロ定期便です想像ば
キフネロ2月14日にリリースになりました待望のファーストアルバム、こちらの魔法の言葉からですね、聞かせていただきましたのはキフネロ定期便という曲でございました、はい、ね、ただ咲いてるだけでいいんだよってね、これ作詞は金谷さんなので、あら、はい、あんな綺麗な歌詞を、ありがとうございます、ね、はい、もう心の美しさがやっぱりこうお人柄が出ますよね。あんまり、はい、そうですか、ありがとうございます。それか反動かどっちかですよね。反動かもしれないですね。どうなんでしょうかね。その辺はね、もう少しちょっと掘り下げていきたいところでございますけども、はい、ソニアとかね、始まりはこの季節という金谷さんのまたね歌声がしっとりと、ね、堪能できる曲も入ってますけども、すべての涙を越えて、ね、虹になるってこのフレーズ綺麗だね、本当にね、さぞかし本当優しい言葉をかけてこられたんじゃないのかな、いろんな方にと思いますけども、なんか変なハードルが上がってる気がして、いやいや心配になってそんな綺麗なもんじゃないと思います。いや、ね、いやでも本当にもうすごくこう癒しの柔らかい空気感がもうそのまま お三方からこう出てる感じでね、また声の質感がすごくやっぱりまっすぐだし凛としてるし、本当に本当まっすぐ届くっていうね、もうまっすぐにしか歌えないんです。いやまたその声の質っていうかね、もうなんかこの歌のお姉さんじゃないですけども、なんかすごくすっとこう入るというか、ありがとうございますね。またこうやっぱりちょっとねハスキーなボイスだったりとかね、なんかそういうこととまたちょっと違って聞こえるじゃないですか。そうですね。ねえ、でも本当にこの三方でやり始めて、まあその世界観だったりとか、なんかやっぱこうあってよかったですよね。一人だけ違う音楽、こういう音楽性やだみたいなね、人がいたらこうはなってないわけですから。そうですね。はい。ね、まあもう3人ともどっちかというとシャイな、うん、なので前へみたいな人がいないので、逆にちょっと、はいはい、そうですよね。今日ですね、番組やらせていただいてて、もう本当にうなずいていらっしゃって、たまに言葉話してくれるのにマイク忘れるっていう、なんかなんかすごい前にっていう、ね、いやなんかすごいそこのなんかまっすぐ感っていうか、すごくその辺がまたねいいですよね、なんかね、すごくいい風に言っていただけてありがとうございます。ちょっと私も初心に帰らないとって気持ちになってきますけどもね、なんとなくちょっとここないですけども、こうなんか体をこう締め直す感じの気持ちになったりもしますけれどもね、ということでこのファーストアルバム、やっぱりこれまで本当2003年から活動されてて、もう言ってみたらやっとというか、ね、12年かけてということですよね、はいはい、そうですよね、じっくりきましたね。そうですね、うん、もうでも出すってなって、はい、出すまではもう本当に、うん、なんていうんですか、うん、気づいたらもう出てましたみたいな感じだったので、うんうんうん、もう正しいというか、うんうん、あっという間でした、うんうん、ね、まあ、これまでのね、ファーストセカンドサードというふうに、ね、全部ね入ってますし、こう言ってみたらヒストリーを、はい、ケフネロのヒストリーも知れるというね。そうですね、一枚です。これ全部9曲しか入ってないんですね。あ、そうなんですね。そうなんです、ちょっとサンプルと、ごめんなさい、私サンプル聞かせていただいてたんですよ、 すいませんね、ここ10曲入ってます、はい、ありがとうございますね、ちょっと1曲じゃ得させていただいてたんですね。そうですありがとうございます。でもここの、はい、9曲のセカンドシングルからは入ってます、はいはい、ね、全部ね入ってますもんね、はい、ということでこれもうやっぱり1枚やっぱりこのケフネロの、ま、名刺があるというか。そうですね、本当に、ね、まあ、はい、そうですよね、マイク、はい、そうですね、こうやってほしくて今振ってみましたけども、ね、こうマイクでこうしゃべるのか、まやさんもなんかこうねちょっと珍しい感じで見たいですよね、たまにね、はい、どんどん振ってくださいね、なんかでもこうプロモーションビデオの中ではちょっと一緒にこう歌ってみたいとかする、その3人のねお姿なんかもあったりして楽しそうにされておりますけども、はい、ライブね、こうやってアルバムが出たということはこれからね楽しみですね、さらに。そうなんですよね、うん、ただちょっと
制作期間をこの後設けましてですね、まあ、夏前ぐらいに新しいものをまたお届けできたらなわあまあ予定は未定ということで すみません。すごいですね。ちょっと12年のブランク空いたと思ったらかなりやる気出しますね。そうなんですね。気がつきましたね。そうなんですね。だいぶお尻を叩かれています。あ、お尻を叩いてる人がいるわけですね。ねえ、金谷さんどうですか。はい、やる気満々で、はい、一生懸命ついてきます。そうね、もう外回りしてる間もメロディーのことを考えないといけなかったり。外回り覚えてもらってありがとうございます。そうですよ。そうですね、外回りで、ね、出会った人と目を見た瞬間にその歌詞がこう生まれてきたりとか、そういう、まあ、そんな簡単に生まれたらいいですけどもね。結構悩みながら書きますけど。そうですかね、はい、海の苦しみを体感しながらやっていらっしゃる、ね。まあ、この方はパッパパッパ書けちゃうよ。パンパン生む方ですか。いやもうなんかちょっと出てきたものをささっと書いて、うんうん、ちゃう感じですね。それぞれの違うんですね。そうですね、割と、うん、はい、それをまゆさんが束ね上げるみたいな。そうです ね, ね、いいですね、このいうのが ね, ね、本当にお人柄 が出たね。ラジオとして成立してるのかどうか。大丈夫でございます。あのラジオの前の皆さんに説明すると、本当にね、あのお膝にすごくあのちゃんとマイクを置きながら深くうなずいてくださってるというね、まゆさんがねいらっしゃいますけども、さあ、あのこれからのですねケフナロー、あのアルバム絶賛発売中ということで、ね、あのもっともっとこれからそのあの一般の方々にですね、はい、このケフナロの音楽というのが、ね、届いていく、広まれば広まるほどやっぱりライブに、ね、してほしいという声も上がってくると思いますし、はい、ね、この、 あのライブでの詳しい情報はどこで。ケフナロホームページ、うん、あとはフェイスブック、ツイッターなんかもありますので、はい、そちらで随時予定が決まり次第アップしていきます。はい、その2月14日にリリースされましたこの魔法の言葉についての感想はたくさん届きました。そうですね、どうですか。ぼちぼち、はい、そうですか。チラチラとは、あの施設の皆さんは、はい、できたって感じでしょ。だってそうですね、うん、あの施設の方たちと一番接する時間が長いのはまゆなので、うん、はいはい、まゆさんどうですか、やっぱ喫茶店でかかってたりしますか。一曲だけかけて、何曲なんですかね。これアルバムかけたりしないんですかね、これ。まだかけて、まだかけてないんですか、はい、これずっとアルバムでずっとループしてかけてても喫茶店いいんじゃないかなって思ったりもします。そこら辺はちょっと同様に行ってもいいんじゃないかなって私は思う。控えめ なとこも素敵ですけどもいいんじゃないかなって思ったりもしますけどもね、ぜひあの喫茶店に行ったらケフナロの音楽に会えるっていうのもまた、はい、いいんじゃないかなって思ったりも、勝手に言っちゃいましたけれどもね、いいんじゃないかなって思ったりもします。ということで最後になりましたけれどもね、リスナーの皆さんにそれではお一つずつメッセージいただけますでしょうか。はい、はい、雨の中お越しいただきありがとうございます。そうですね、今日はまたあのこの後ライブやるわけなんですけれども、はい、うん、はい、あの全然アルバムとまた違ったあの形の演奏になりますので楽しんでいってください。はい、ありがとうございます。はい、金谷さんありがとうございました。はい、スビさん、はい、私たちのファーストアルバム魔法の言葉なんですけれども、このタイトルがですね、中に入っているエルマレロハナという曲がありまして、うんうん、はい、ちょっと意味のない造語なんですけれども、うんうん、意味のないこともみんなで一緒に同じことをやるっていう、うん、共有することによって何か素敵な出来事が生まれるんじゃないかっていうのをテーマに、うん、私たちとリスナーさんだったりライブに来てくださる方だったりをつなげる魔法の言葉という意味でこのタイトルになりましたので、うん、その魔法の言葉が届けばいいなと、うん、思います。いや、ライブでね、本当なんだろうと思いながらも思わず口ずさんだり、はい、一緒になんか思わずニコニコ笑いながら、はい、ね、口ずさんでしまうような本当に魔法の言葉だなと、ね、はい、思います。今日はね、もしかしたらこのライブでやってくれるのかなと、はい、ね、ぜひぜひ楽しみにしててくださいね。はい、スミさんありがとうございました。それでは最後にまゆさん、今日はありがとうございました。私自身結構音楽で助けられ、自分自身が助けられたりっていうことが多いので、うん、このアルバムで皆さんの息抜きとか何かにつながればいいなと思っていますので、うん、よろしくお願いします。はい、
ありがとうございます。はい、それ本当に効くお薬というか、ね、心にスーッと染み渡って、本当に聞いてる間に心がなんかこう柔らかくほぐれていくような、そんな優しいね、言霊と音霊が詰まったアルバムだなと思って聞かせていただきました。2月14日に届けてくれた魔法の言葉から最後にですね、曲の方を聞かせていただきながらお別れとなりますので、それでは曲紹介をよろしくお願いします。はい、ケフナロで明日に着替えたらです。今週のゲストはケフナロの皆さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。改めましてケフナロの皆さんをね、トークの収録無事終わることができました。カノタ30分の生演奏していただきますので、心よくまた楽しんでください。改めましてケフナロの皆さんに大きな拍手をありがとうございました。ありがとうございました。この後よろしくお願いします。よろしくお願いします。
さあ皆さんお待たせいたしましたね。さあ癒される、そして聞く準備はできてますか？イエーイ、ね。本当にこういうウッドベースとかちょっとなかなかね、すごいですよ今日のライブはね。こんな身近なね、距離で、この夜景を楽しみながらのライブね、本当に30分という短い時間ですけども、ね、最後まで楽しんで帰ってください。大きな拍手でお迎えください。それではケフネのライブを楽しみください。こんばんは、ケフナロと言います。よろしくお願いします。お願いします。初めての方もケフナロという名前だけは覚えて書いてほしいなと思います。よろしくお願いします。では1曲目、ケフナロ定期便です。聞いてください。いることがもうとても楽しいと
次は私たちの今回のファーストアルバムですね、魔法の言葉からエルマレロ花という曲をやりたいと思います。さっきもちょっと話したんですけれども、このエルマレロ花っていうのは本当に意味のない造語なんですけど、みんなで意味のないことも一緒に言ったりやったりしたらとても素敵な時間が生まれるんじゃないかなっていう、魔法の言葉っていう意味があるんじゃないかと思っています。はい、なのでみんなで言えたらエルマレロ花の部分一緒に歌えたら嬉しいなと思います。はい、では聞いてください。エルマレロ花で、look
ありがとうございます。ありがとうございます。はい、というわけで、次が最後の曲になります。はい、明日に着替えたらという曲なんですけれども、これはですね、なんか一日終わってその日が辛かったり大変だったりしても、まあなんか洋服を着替えるみたいに次の日の朝を迎えて、もう一回新しい真っさらな気持ちで一日過ごせたら素敵だなっていう曲ですよね。はい、そうですね。まあ喋ってないからちょっと振ってみようかと思って、はいはい、その通りの曲です。はい、なので今日、ね、すごい景色が綺麗なこんなところで歌わせてもらって、すごく雰囲気があってくれると嬉しいんですけれども、また明日洋服を一枚着替えるみたいに素敵な一日を皆さんが送れますように、この曲で最後にしたいと思います。はい、明日に着替えたらです。
ました。ブナロでした。改めてキフネロの皆さんに大きな拍手をありがとうございました。すごいビッグバンドで来てくださってありがとうございました。今日は、CD の方もね、こちらの方にご用意しておりますので、ぜひぜひね、手にして帰ってください。改めまして大きな拍手でお送りください。どうもありがとうございました。ありがとうございました。さて、そろそろ東京タワー TV もエンディングです。東京タワー TV は毎週土曜日日曜日配信のユーストリーム番組です。毎回素敵なアーティストをお迎えしています。次回の東京タワー TV サンデーは3月22日となります。ぜひここ東京タワー大展望台1階のクラブ333にお越しください。この後も東京タワーからの夜景をお楽しみください。ここまでのお相手は宮本奈々穂でした。ありがとうございました。